三浦和義です、本日はよろしくお願いします。の興奮そのままに皆様にも楽しんでいただきます。風さんといえばワールドカップといえば、まあ、少しちょっと聞きづらいんですが、まあ、その後、まあ、ワールドカップへの並々ならぬ思いを持っているというもうサッカーファンなら誰でも知っているということなんですが、その後の4年後のフランスワールドカップ、まあ、ギリギリで、まあ、メンバーには入れなかったということでした。まあ、あの時も、ね、かなり、まあ、いろんな思いがあったと思うんですが、今改めてワールドカップへの思いというのはどんなものをお持ちなんでしょうか。またね、今回のカタールワールドカップのメンバーが11月1日に、はい、発表されるんでね、また岡田さんと僕のシーンがたくさん出てくるかなってね、楽しみにしてますけど。笑っていいところですか。もちろん笑ってください。笑わないとこれ僕も困るんで、まあ、それはいいとしてですね、そうですね、やっぱワールドカップというのはもう当然今でも僕にとっては夢の舞台だし、はい、憧れの舞台だし、うん、まあ、ある意味目標でもあるし、うん、ね、もしかして11月1日僕入ってたらこれ全部キャンセルですから。まあそれはもうしょうがないですよね。はい、それは言ってありますんで、はい、聞いてますよね。聞いてます、ね。いや本当に言ったんですよ僕。選ばれたらこの仕事はできませんからっていう、それでもいいですかという感じですけど。はい。これさん全く問題ないですか。はい、問題ないです。わかりました。はい、いやそっちもちょっと楽しみなんですが、まあ、今のところの予定としては、今のところの予定としては今のところの予定としては